東京朝顔研究会は、朝顔に関する研究、鑑賞について、発達普及を図る目的で設立された任意団体。毎年7月28日から8月3日に日比谷公園にて大輪朝顔展示会を開催している。栽培講習会を年2回開催している。会報誌を年1回発刊している。毎年東京都及び千代田区の公園を経て7月28日から8月3日まで日比谷公園常設陳列場にて、変化朝顔研究会と共催で展示会を開催。大輪朝顔約1000鉢が出品される。つるを伸ばし、20センチメートル以上の花径を競う、あんどん作りの部、つるを伸ばさず切り詰め、花色、花模様及び、草子のバランスの美しさを競う、切り込み作りの部、濃茶の花色の團十郎の部があり、それぞれ規定に基づき審査され、優秀、秀逸、佳品に統一される。優秀花の中から特に優れたものから、農林水産大臣賞、文部科学大臣賞、環境大臣賞、東京都知事賞、千代田区長賞、都議会議長賞などが授与される。展示期間中、朝顔の押し花教室も行われる。現在の展示会期間中最大花は、加藤俊夫氏作出。栽培の裏霞5613の計 25.5 センチメートルである。毎年2回、文京シビックホールで大輪朝顔栽培講習会を開催。ありがとうございます。